国見バーガー国見バーガーキッチンカー国見バーガーとは、福島県伊達郡国見町のご当地バーガーのことである。バンズに、サバの味噌煮を挟んだ、クラシック、チーズ入りのチキンソースカツを挟んだ、チーズ入りチキンソースカツバーガー、サルサソースを使った、ホットチリバーガーなど、各種のバーガーが販売されている。2011年に発生した、東日本大震災の後、 国見町商工会青年部のメンバーが商店街の復興を目指し街のグルメを作ろうという動きから生まれたご当地グルメ B 級グルメである2012年3月25日に道庁の藤田商店街で開催された国見面白再発見と題したイベントで国見町の新名物として初登場したすでに全国的に知られていた道庁の佐久間商店の 骨まで食べられるサバの味噌煮とトマト、レタス、玉ねぎを道庁の佐久間パン店のバンズで挟み込んだものであっさりとして美味しいとその意外な組み合わせは好評を得ている。2013年6月18日に国見町の未来創造ネットワーク事業を活用し担当者を配置。道庁の商工会館前に専用のキッチンカーで出店し、 毎週火曜日の定期販売を開始した。同年7月16日からは、公表を受けて、週4日に販売日を増やし、東北六玉祭りで人気を集めた同町の、ひふみ食堂のチーズ入りチキンソースカツを使った、国見バーガーにを新たにメニューに加えた。2014年10月5日に、福島県立郡氷町で開催された、東日本初のご当地、バーガーグランプリ、 福島バーガーサミット2014では、東北6県と群馬、茨城両県から25品のご当地バーガーが出品された中、来場者の投票によって、国見バーガーがグランプリを獲得した。2015年3月1日に、国見町の藤田商店街特設ステージで開催された欧州街道ど真ん中、国見春のフードフェスタにて、国見バーガー第3弾として、 ボールイドッグの販売を開始した。コッペパンに、道長の、タツミや、肉店のタッちゃんつけの、ごま味噌が練り込んである、特製ソーセージを挟んだもので、町内の平安時代末期のボールイ跡である、懐かし山ボールイにちなんだ、ホットドッグである。同年5月17日には、NHK 福島放送局のラジオ番組、福、耳ラジオ内のコーナー、ふるさとツアーズにて取り上げられ、 同年6月1日からは毎日、限定10個の、国見バーガー3、ボールイドッグの平日販売が開始された。2015年9月4日に、国見町役場で開催された、物産展、国見市場で、新作、麹南蛮味噌、ホットチリ、ポテトサラダ3品の発表と試食会が行われた、ホットチリは、通年販売、麹南蛮味噌、ポテトサラダは、 季節限定での販売予定となっている。2015年10月18日に、氷町のふれあい公園で開催された、福島バーガーサミット2015第2回東日本、ご当地、バーガーグランプリでは、福島県内の8つのバーガーを含む、東北各県や近隣県の25種類のバーガーの中から来場者の投票によって、グランプリに選ばれ、同大会で連覇したことにより、 連動入りを果たしている。2016年6月25日に開催された国見市場では国見の郷土料理、しそ味噌巻きを取り入れた新作、しそ味噌バーガーを披露し、同年9月末までカレーバーガーと共に夏季限定発売した。同年10月4日からは秋冬限定として麹南蛮味噌の販売を再開。2017年3月5日に開催された 国見春のフードフェスタへの出店で、キッチンカーでの通常営業は一旦終了し、同年5月3日にオープンした、道の駅、国見厚塚市の里のカフェレストランエリアで名物グルメとして販売を再開している。当初は、国見町商工会で管理運営を行っていたが、2015年8月からは、道の駅、国見厚塚市の里の管理運営のために同調が100%。 出資し設立した国見町づくり株式会社が調理、接客サービスのパート労働者募集を行うなど管理、運営を引き継いでいる。道の駅での販売を見据え、2015年9月23日に国見町商工会を権利者として出願し、2016年4月28日付で特許庁から団体商標として商標登録を認められた。登録番号は 第584万6473号、ありがとうございます。